スマデラは兵庫県神戸市スマ区スマテラ町にある新温州、スマテラ派の大本山の寺院。三号は上野山。本尊は聖冠論。宗教法人としての正式名称は副将寺。スマデラ略歴演技によると平安時代の初め、漁師が和田三崎の沖で聖冠論像を引き上げた。その聖冠論像を安置するために純が天皇の直命によって、 めぐみげ、三北ボンデラが混流された。そして、忍那二年に、高校天皇の直命によって、聞き鏡商人が、上野山福祥寺を混流し、北区寺よりその本尊である、聖観世音菩薩像を移して、福祥寺の本尊としたのが、始まりとされている。しかし、東山歴代によれば、本尊聖観世音は、河元年に、源の頼政が安置したとする。 慶長七年には、豊臣秀頼が、片桐勝本を武行として、本堂を再建している。平厚森以来の、青葉の笛や弁慶の金、厚森首塚、吉爪腰掛けの松など、多数の長宝や史跡が存在する。原兵を忍んで訪れる文人も多く、境内には、正岡式、松尾場昭久碑や、裏には、尾崎方斎の墓がある。本寺は、由緒と関わらず、 B 級スポットとして紹介されることが多い。また、本時前の民宿には、夏の高校野球選手権大会において、各地の代表チームの宿泊所として使用されている民宿が多いことでも知られる。青葉の笛を読んだ場所だが、実際に配管料を払ってみたかという点は定かではない。ABC スマ観光協会歴史を知る以前は、新言集大閣寺派の寺院だったが、 現在は、スマテラ派の寺院となっている。サバ大師スマ観光協会、場所をも渋った厚森の笛、高すぎる、配管料現代では無料に。神戸新聞ネクスト、2 0 1 9年6月1日、閲覧、ありがとうございます。